陸軍大将は陸軍将官の階級。通常陸軍中将の上に位置するが上位の階級は国や時代により異なる。陸上自衛隊は旧軍と同一の階級故障は用いていないが旧軍の中将に当たる陸将が階級としては最上位で陸軍大将に当たる階級はない。しかし陸将たる者が統合幕僚長または 陸上幕僚長に就任している間は諸外国の大将と同じ地位にあるものとして4つ桜の階級章を用いる。英語古賞のゼネラルは陸軍減衰から陸軍巡将までの陸軍の将官への継承としても用いられる。このような場合のゼネラルの和訳語としては将軍が用いられる。他の将官の階級と区別したい場合はフル、ゼネラルと表現する。 ドイツ軍のゼネラルは日本では大将と訳されているがナチスドイツ時代までのドイツ陸軍や空軍ではゼネラルの上にゲネラローバーストがあり英米ではゲネラローバーストをゼネラルと扱っている陸軍大将検証陸軍大将エリシ賞戦前の日本陸軍では陸軍大将は管理区分の最上級である新任艦に位置し内閣総理大臣や 数密院議長と同じ格付けであった。中将から大将への進級は、法的には、陸軍武漢進級令により、同令第十条には、中将を大将に進級せしムルに派歴戦者また、派数要、なる軍務の経歴を、有する者に、して功績特に、顕著なる者の中より特使を持って信任、する者とすとある。 初期の武漢新旧令では、条件が歴戦者で、功績顕著なものであったが、日露戦争以後これといって戦時がなかったため1906年、数曜なる軍務の経歴が加えられた。ここでいう数曜なる軍務とは、陸軍参長官である陸軍大臣、参謀総長、教育総監のほか、航空総監、陸軍次官、参謀次長、 水器本部長や技術本部長等の本部長職、軍司令官、師団長、警備司令官、造兵省長官を指す。次の階級へ進級する目安となる、実役定年は内規によって6年で、これを満たした中将のうち千人順に審議を持って、天皇に創上する。もっともこの内規の6年は1941年11月25年に短縮されることとなる。 これは、東条秀樹中将の首相就任に伴い、年数の満たない東条を進級させるための特例である。従前の規定では、篠塚義男中将が先に、大将進級の儀にかけられるはずであったが東条に先を越され、篠塚は大将に進級することはなかった。大将のいわゆる定年は65歳と定められており、65歳までに、 終身現役である元帥に劣せられなければ予備役に編入される。太平洋戦争末期の1944年に内閣総理大臣に就任した小磯国明は1938年に予備役となっており、以後卓務大臣や朝鮮総督を務めていたものの、大戦の戦況が全くわからない状態だった。首相就任後に戦争の概略を知らされたものの、 以後の戦況を把握するために設置した最高戦争指導会議はほとんど機能せず、小磯は大本営のメンバーにもなれなかったため、首相在任中に天皇の御前で今後の作戦について加問されても答えることができなかった。対米海戦以後は中将の戦死者が続出したことから中将で戦死した者のうち、武功県庁で親捕食を2年半以上経験した者の,の、 中から、陸海軍の協議により、大将へ進級させる内機ができた。この内機によって7名の陸軍中将が、陸軍大将に進級した。栗林忠道はこの年限が足りないものの、特使によって進級した。陸軍では陛下のみ大将があり、主計、軍医などの各部将校総統官2月以降より、各部将校とされるわ。 海軍と同じく中将までとされ対象がなかった。大日本帝国陸軍では陸軍中将への進級者が1200名を超えるのに、対し陸軍大将に任官した者はわずか134名だった。このうち17名が原水府に列された。安倍信行は禁止勲章を持たない。例、デイビス P219ABC 旗2 0 5 p 7 4 9 第五部陸海軍用語の解説引田大将、福川秀樹、日本陸軍召喚辞典不要処房出版、2001年。ありがとうございます。